何が起こったんだ。なんだ。なぜ奴がここに。下がれ。石板だと。どうして貴様が。母さん、
私の石板のせいでこんな。エマ、ダビッド様の行方がわからんのだ。エマの件も見当たらん。早くに母君を亡くされたダビッド様にとってエマは特別な存在だった。もしものことがあっては。探すよ。ここは母の花園だった。母が亡くなった時父が焼き払った。でもエマが蘇らせてくれたんだ。レムナントの契約者となって以来、俺はこの世界を憎しみを持って見つめるだけだった。そんな俺にエマは花の美しさを思い出させてくれた。ダビッド、エルマイエン公は今夜にも覇王討伐を決定するだろう。世界中の諸侯がレムナントを携え彼のもとへ集まる。そうなれば覇王も終わる。ダビッド、俺気になることがあるんだ。覇王は石板を使ってバレリアハートを変化させたらしい。でも石板はワグラムが。どういうことだ。全ては一人の男の企みです。覇王もワグラムも彼の命令で動いているに過ぎない。覇王を操って世界を不安定な状態にし、レムダントを使った戦を引き起こして民衆にその恐ろしさを見せつけ、民衆は諸侯がレムダントを持つことに不安と抵抗を覚えることでしょう。そこへマーシャルの末裔であるイリーナを連れた彼が現れ、レムダントを完全に管理すると宣言する。全てのレムナントを掌握した彼は新たな新皇帝として世界を支配する。その男ってのは。共和会議議長ウィルフレッド・エルマイエン公爵。そういうことか。ダビッド様、このような時に身勝手な願いだと分かっております。イリーナをお救いください。イリーナ城を戦には巻き込まない。そのことはラッシュと約束しました。顔をお上げください。ありがとう、ありがとうございます。わが私は大丈夫だ。大げさだぞ。ダビッド様、エマ・ハニウェル・セカンド、アスラムへ帰還いたしました。ダビッド様、ご命令を。エミー、母の意志を継ぎ私に仕えよ。イエス・マイ・ロード。これからどうするんだ。真の敵はナーガプールにいる。こちらの動きが読まれぬよう時を見計らって少数で潜入する。エマの仇を取る。こんなふざけたこと、もう絶対に終わらせてやる。イリーナ、待ってろ。